赤字を結構でお願いします。1戦目さあ、アイダスフットサルパーク渋谷、まずは1戦目赤チーム対 B ブラシーム勝ち。さあまずは中央から左サイド、さあ縦にドリブル、2枚でブロックないで赤ボールさあまずは立ち上がり赤ボールで再開、一旦後ろ中央降りてくる右サイド、逆サイド1枚、さあドリブル縦に仕掛けてナイス、さあ一旦戻してもう一度組み立て直し、赤チームポストプレーからワンタッチ狙っている、ダイレクトいいよ、ナイスミドル危ない危ない、コラック、さあキーパー弾き出してニアサイドから、ここでカット、さあ早く、ここも早く切り替え、前からカットは赤チーム、そのまま中央一旦キーパーまで、さあ戻して左サイド早いボールプレッシャー、さあ押し上げてくるビルナーシーム、前に一枚長いボールトラップから、いやー落ち際狙ってそのままライン際残したところ、ビルナーシーム俺が死んだ惜しいコーナーキック、さあニアサイド1枚ダイレクト、いやー惜しいコーナーキック、さあビブナシュチームチャンスが続く、右サイドのコーナーファーサイド1枚、そのままナイス奪って2対1から3対1だー、1人で行っちゃってだー入ったまずは泥臭いゴールで赤チーム行きましょう、1分20秒さあビブナシチーム1戦目追いかける展開中央、さあ狭いところ左ズドワンタッチ欲しい、ビブナシボール、さあ左ズドがビブナシボール中央カット、そのままいやーこれは厳しい、そのまま流れてビブナシボールさあ左ズド見せるがビブナシボール中央ダイレクト立ててプレッシャー2枚取れればチャンス、追い込んでいく赤チーム前からそのままカット、サービスうまい、いやーここはシュートは打てないか、後ろミドルはないか、中央からキープして寄せていく、追い込まれていったキーパーナイス、さあ中央から赤チーム右サイド展開、そのまま左サイド、さあ逆サイドオーバーラップ降りてくる中央、さあ行かせないビューラシーム、もう一度中央に当てて前は向かせない、ヒールで強引に立てから3対2、よーしナイシュー追加点ならず、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。さあ立ち上がりよって1対0赤チーム1点リード、追いかけるビブナシチームパスが合わず赤ボールさあ左ストいきましょう、赤ボール再開、さあ前は1枚しっかりと寄せていく、前からチェイス左サイドからここでパスミス、ナイスチェイス、さあビブナシチーム同点チャンス、左サイドからファーサイド1枚、後ろからワンタッチ折り返しブロック、ビブナシボール、さあ左サイド中央、ここは空手で、いやナイスカバー、ここはいかずね、ナイス強い、サイド前からカット、いや危ない危ない、赤ボール、さあ残り時間半分、1対0赤チームリードのまま中央に1枚ファーサイド1人速いボール、ナイス、さあこれはダイレクト、ここも速い切り替え、赤チームこぼれたままビレーシーム中央から縦に預けてプレッシャー、さあ中央、いやーボールの上、さあカウンターいけるか、左サイドいかせない中央、さあロングまであるかスペースがある、シュートアッディオーナイスブロック、コーナーキック、さあビブラシボールコーナー左サイドから行きましょう、残り2分30秒1対0点差変わらず、さあ中央に1枚高さがある、さあパスコースないかそのまだ浮かしきれず、さあ前からまたカット、ビブナシチーム左サイド、さあコールドマン赤チームゴール前、前から取られると危ない、さあこれ惜しい、そのままゴールイン赤ボールで、ごめんなさい先にキーパーゴールですね、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代していきましょう、あざす、さあ残り2分、1対0赤チームリードを保ったまま中央パスプレー、ここでパスミス、前からカット、囲まれる3枚ナイス、赤ボール、早い寄せは赤チームプレッシャーカット、ダイレクト欲しいキーパー対応、さあ前に1枚ロングスロー届かない、ナイスカット、こぼれ球は赤チーム、さあ混戦ビルシュー回収見せろ、さあフォロー欲しい、ナイスビブラシボール、さあの1分半残り時間1分半、中央スルーで左サイド、さあ後ろに預けて押し上げる、縦は通して浮かすボール、うまい、いやーニアサイドキーパー正面、さあ右サイド速い寄せは赤ビブラシーム、中央プレッシャー取り切りたい、ビブラシナイス、コールドマン行ってほしろ、さあ中央でここで空振りカウンター3対1、危ない
いやー左サイド押し、ナイスだ、ビブラシボール。さあ残り1分、追いかけるビブラシブ、カット赤チームダイレクト中央、そのまま倒して2枚ブロック、ナイディナイディ。さあマルキーバー赤チームシュートブロック、こぼれ球ダイレクト惜しい、赤ボール。さあ追加点が欲しい赤チーム、点差変わらず1点、右サイドから追い込んでいく、取れればチャンス。さあ前からジェス、いったキーパー、さあ前に2枚降りてくる中央、そのまま預けてプレッシャー2枚、いやーナイスデイ、前から、いやー惜しい、取りきれず、ナイスカバー、左サイド追い込んでライン際、赤チームキープ、ナイスタッチ。さあ抜け出して左サイド、いやーナイスキー。さあ前に1枚、カウンターキーパー飛び出してゴール前、なあ角度なし、ナイスでいきましょう。残り時間あと15秒、さあ追いつけるか、ビブなしチーム中央から、ミセドオーバーラップ、アズレワンタッチ、逆サイド、いやーシュート、うまいな、ラスト、さあラスト、ラストワンプレー、大チャンス逃して赤チームキープ、ラストワンプレーかわしてゴール前、さあラスト、チャンス3対2、ねえ追いつけないまずは1-0赤チーム、ありがとうございます。で2戦目ビブラシムキックオフだ、行きましょうガチ。さあ2戦目いきなり前からチェイスは赤チーム、縦に預けボール、強引に返してゴール前、ナイスナイスキナイス。さあまずは立ち上がりビブラッシュチーム先制ならず、中央3枚プレッシャー、さあここはプレーオン、赤チームキープ、左サイドの展開、縦に預けボール、ここで流れてビブラッシュボール、さあ右サイドから行きましょうビブラッシュチーム、ダイレクトミスで追いかける、ナイスチェイス、こぼれ球ビブラッシュチーム、前からカット、左サイドかわしていく、いやー折り返せないか、そのまま中央から左サイド、ダイレクトうまい、ねえナイスティ、そのまま送らせていったでしょう、ミドルエラー、ナイスキー、危ない危ない、ナイスシュート強烈。さあ中央フリー、前に1枚、中央に預けて、ここもプレッシャー2枚、ナイスで追い込んでいく、前から、さあ中央ポスプレー、前向いてカット、4対2、見せるな、折り返しを、ね、パスが乱れてカウンター2対1、チャンスシュートだ惜しい、これは焦りすぎ、ビブラシボール。さあ立ち上がり1分、0対0、1戦目は1-0赤チーム勝利、ミセド。さあ行って後ろから中央ポストに1枚、縦に預けてそのまま折り返し、中央ワンツー通らず、こぼれ球シュートはポストの横、赤ボール。さあ行きましょう、どちらが先制してくるのか、立ち上がり1分30秒、0対0、プレッシャー、ナイス、スルーで左サイド、そのまま中央ワンタッチ、ナイス、いやおしゃしないですか、足気をつけてください、ごめんなさい、足気をつけましょう、ごめんなさい、足気をつけてください、赤ボールで、赤ボールいきましょう、ごめんなさい、足元気をつけてください、それでは赤ボールで再開、さあ左下が中央、そのわけでシュート、いやー嘘でしょコロコロナイスコース。さあまずは先制赤チームで、両チームキーパー交代ですね、両チームキーパー交代です、よし。さあビブラシボールです、再開、立ち上がり先制赤チーム、また追いかける展開、ビブラシーム一旦後ろ、そのまま浮かすボール、ここはワンタッチ、キーパー対応、さあ前に1枚、左サイドフリー、さあゆっくりと前向いて、前からプレッシャー、中央追いかける、取られると危ないか、ナイス、さあ左サイドフリー、それは逆サイドの展開、さあ縦からナイス、赤ボール、さあミスルが縦にあるボール、追い込まれる、2枚囲んでカット、ナイス、ナイスイ、ここは切っていくビブラシボール、さあ右サイドから追いかけるビブラシーム中央、ミスド、いやー息が合わない、赤ボール。さあ残り時間半分、残り時間半分、赤ボールで再開、中央縦は通らず、チャンス3対2、いやーここで遅れて赤チーム戻ってくる、縦にボール、折り返しはキーパー。さあ2戦目も赤チーム1点リード、中央ポストプレー、さあ右にはたいて、ナイスカバー、ライン際から倒しのプレッシャー、さあ取れるとチャンスになるか、いったキーパーから降りてくる左サイド、ミサイル展開、前に1枚、ロングボールは狙いず、ドリブル持って上がって、また抜き中央、さあそのまま縦に流れたボール、左サイドからさあ切り返して中央折り返し、プレッシャー、ナイスでナイス。さあビラシもなかなかゴール前までは行かせないか、右サイド縦に1枚、
降りてくる中央、これが収めきれずブレマチーム回収、ダイレクト見せの逆サイド通らず中央でカットは赤チーム。さあ小5状態、左サイドプレッシャー2枚取れればナイスキープ。さあ左サイドから逆サイド展開、カッイオーナイボーチャンス、いやー左足ポストレコ、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。よっしょ、さあ赤ボールで再開、残り時間あと2分、赤チームまた1点差守りきるのか、右サイド前に1枚、さあビルナシも1点欲しい、中速いボール、その対して2枚ブロック、さあこぼれ球はビブナシチーム、取りましょう取りましょう、気をつけて、ちょっと激しくなってきてるんで怪我ないようにビブナシボールで、ビブナシボールでいきましょう。さあガチの方も怪我のないようにいきましょう、中央からサブレッシャー、また抜きナイス、繋いでいくゴールへ、ワンタッチプレーオン、ここで赤チーム回収、縦に速いボール、ビブナシボールカット、右の手で切り返しは危ない、ゴールへ無理やり足を伸ばそう、さあキーパー飛び出して長いボールはゴールライン、ビブナシボール。さあ残り1分、ビブナシチーム1点が遠い、長いボールナイスカットナイスデイ、ビブナシボール、さあ見せるか逆サイド、ニオナイス、残してライン際シュート、いやーここも硬い、ブロック入って、さあコーナーチャンス、ビブナシチーム1点差、ショートコーナーからゴール前、ニオー入った宮サイドぶち抜いて同点弾、さあ追いついてきたのはビブラシム、残り時間30秒、さあ1対1、シュートは、いやーこれは枠を捉えきれず、ビブラシボール、さあゴール前中央、さあ前から1枚チェイス、さあ降りてくる中央からポストプレー、右サイドは上がってない赤ボール、さあ両チーム時間がない、1対1の同点2戦目、さあ前から1枚チェイス、右サイドフリー、さあドリブルは活かせないか、左サイドからナイスチャンス、いやナイスキーパー、ニアサイド、さあ切り替えたい、3対3から左サイド4対3、なあここでトラップ見られてカット、縦に預けるボール、ナイスナイス、サイドラインビブラシボール、さあラストラストアプリケーション、さあ1対1の同点、ラストゴールでいける、両チームダイレクト速いボール、ラスト、いやナイスブロック、ルーズボールはキーパー前に1枚、ロングスロー届かない両チーム崩しきれず1対1同点、ありがとうございます。よいしょ、3戦目お願いします。さあガチの3戦目いきましょう、まずは中央から囲まれる3枚、一旦後ろ、そのプレッシャー追いかけるビラシム、左セドダイレクト縦から3枚カット、ナイス、一旦後ろドブル中央、縦にボール、前は向かせてくれない、内で2枚で囲んで、そのまま折り返しは敵、そのまま流して赤ボール。さあガチの方も1点勝負が続く、前に1枚中央、なんやねんナイスちょっと待ちましょうか、ちょっと待ちましょうか、ちょっと離れますか、でスタッフキーパー入ってもらって、よいしょ、じゃあ回復までちょっと少々お待ちを。で赤ボールキーパーから、赤ボールキーパーからでしょ。よし。さあ復帰するまでしのいでいきましょう。ビブラシム立ち上がりハプニング。左サイドから、さあゆっくりと中央前に2枚。さあドリブル時間でポストプレー。さあためを作って近いところ通らず内でサイドライン赤ボール。さあ左サイド早いリスタート縦の続けです。ここも折り返せないか、キープは赤チーム、一旦キーパー中央、さあポストに入ってきたところ、ナイス体入れからこの前ナイス、さあカウンター前に1枚ナイディ、ここも赤チームが消せない、カワシヒルドフリーこの前折り返し、いやーまずは赤チーム先制1対0。さあビルシュついに復帰、ついにエース復帰、じゃあ帰っていきましょう、ごめんなさい、途中からお願いします。さあビブナシチーム復帰、また抜きはそのままサイドライン赤ボール、で両チームキーパー交代していきましょう、両チームキーパー交代していきましょう、ごめんなさい先にキーパー交代です、両チームキーパー交代です、ありがとうございます。さあ立ち上がって1対0、赤チーム先制、中央左サイドの展開、さあ縦に1枚ドリブル仕掛けて中央、さあここはしっかりとキープできるか、ナイスキープ、一旦後ろ
ドルーリー仕掛けて突破できない、カット空振り、縦からダイレクト、あーここで体入れ、赤チームキーパー。さあ中央からワンタッチ左に叩いて、ここは3枚戻っていく、左サイドオーバーラップ、浮かせたボール、縦は効かせず、ナイスティビブラシボール。さあ見せるビブラシーブ、ゴール前中央、さあ前に2枚長いボール、いやーこれは苦しい、逆サイドキーパーまで、さあそのまま中央さあ今度はビブラシーブキーパー中央、危ないか、先ほどのダメージ残ってるか、中央、さあ見せろ、フォローがしい、パスコース切られる、危ない、いいよ、ナイディ、赤チームはめて、そのままサイドライン、ナイディ赤ボール、さあ左手が行って後ろ、プレッシャービブラシーブ前から1枚、中央からミドルはブロック、コネック、さあ残り時間半分、ファーストライン1枚、ニアサイドに1人、ここは出せないか、ショートコーナー、ワンタッチ流れてライン割ってビブラシボール、さあ右サイドからビブラシボール行きましょう、残り時間半分、逆サイド1枚、浮かすボールはナイスカバー、さあ中央キープ、囲まれる、3枚カット、さあ勝負、いやーナイスキーこぼれ球ビブラシボール、左サイドからナイス赤ボール、さあミスの赤ボール再開、さあ一旦後ろ、狙われて勝ってほしい、赤ボール、さあミス、赤チーム中央プレッシャー、ナイスボール、ポストプレーからターンして、いやーここも速いぜ、どっちがキープ、赤チームキープうまい、ナイス赤ボール、さあギリギリしのいでリードは赤チーム中央、降りてくる右サイド、さあ前に1枚、ポストプレーからワンタッチ取らず、いやーナイスクリア、行かせない行かせない、ビルシュボール、ごめんなさい先にキーパー交代でしょう、ごめんなさい失礼しました、先にキーパー交代です、おっす、さあ残り2分、残り2分、長いボール、ナイスカット、さあ中央カット、ドリブル仕掛けて前から、いやーこれは吹かして赤ボール、さあキーパーから左サイドダイレクトいってましょう、さあ残り1分30秒いきましょう、両チーム、赤チームに行って敵にパス、いやー行かせない、シュートは打てないか、後ろに預けて敵にパス、こちらも3対2から左サイドナイス、さあ奪い返して右サイドライン際赤ボール、さあ赤チーム1点リードのまま、ビブなしチームなかなかゴールネット揺らせず、さあ最終ライン中央、ここは深追いせず右サイドでかい、いった後ろからもう一度ダイレクト左サイド、ここでパスが流れ、ビラフォール、さあチャンス右サイドから近くのやつで行かせない、さあこれも流れたボール寄せていく、そのままカットになるか、後ろ預けてごめん、いやー OK、 ここで赤チーム2対0、残り40秒以上、さあビブラシボールで再開、中央から右サイド2対0、さあ追いつけるか、ビブラシーム左サイドオーバーラップ、ダイレクト折り返しは赤チーム行かせない、そのまま流れて赤ボール、さあ残り30秒、フリーで左サイド縦にドリブル仕掛けてライン際押し、ビブラシボール、サービスいきましょう、ビブラシボール再開、残り時間あとわずか、さあ1点返しておきたい、ラスト前浮かすボール、胸トラップからこぼれた、ま赤チーム逆サイドフリー、さあここはパスコースがないか、左サイドドリブルしないけど、そのままサイドビルショール、さあラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレー、早いリスタート、左サイドフリー、さあラストゴール前ナイスブロック、さあ前に1枚赤チーム預けて、そのまま中央ラストかわして、お願いします、ナイディッチ、さあカウンター、いいボール勝負、ラスト1対1カットインかな、いやシュートブロック、こぼれ球ビラシブ、ラスト1点取れない、右サイド折り返しは敵、さあカウンター中央行かせない、そのままかわして右サイド置き去りマイナス、ラスト、いやナイスそのままとどめを刺して3対0赤チーム勝利、いきましょう本日のガチラストマッチ、行きましょう8分1本勝負、まずは中央からワンタッチ見せろ、そのままオーバーラップ浮かすボール、ゴール、いやー折り返しクリア、危ない危ない、いい攻撃コーナーック、さあまずはビブなしチーム右サイドからコーナー中央に1枚、さあ後ろにフォローが入ってくる、ニアサイド逆サイドから
ここはバウンド流れて浮かせたボール縦から、いやー強引にシュート押し、赤ボール。さあキーパーから前に1枚 ロングスローヘディングクリアできず、さあ右サイドキープは MVP バックパス失敗。さあこれは張り切りすぎ。さあ行きましょう、赤ボールイタチオ左サイドライン際、さあプレッシャーないで赤ボール。さあ本日のラストマッチ行きましょう、ガチ中央から降りてくる右サイド、さあ預けて前に1枚、そのハイボール中央、いやナイスブロックビブラシボール。さあ左サイドビブラシボール中央フリー、そのスルーが息が合わないか流れて赤ボール。さあ切り替えたい中央ごめんだー、一歩目長くなってビブラシボール。さあ両チーム慎重な立ち上がり、右サイドから左に1枚2人でつないで中央から、さあゴール前右サイドから左サイドでかいダイレクト敵チャンス勝負、なあ焦りすぎたか枠の外、さあ縦に1枚逆サイドオーバーラップ、速いボール中央折り返し、さあちょっと詰まってこちらもジャストミートできず。さあ赤チーム行きましょう、立ち上がり1分40秒0対0、両チームフィニッシュ決められずナイス赤ボールで、両チームキーパーごめんなさい、先に両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。よし、さあ立ち上がり終わって0対0ラストマッチ8分ゲーム、中央ポスプレー左に叩いてそのまま縦にドリブル中央うまい倒して囲まれる大人気 MVP ナイス。さあ中央左サイドまで流れて体入れビブラシボール、さあ見せろビブラシボールいった中央2枚プレッシャー右ラテで中央敵危ないゴール前、いやー一人でなあ余裕こきすぎ。さあ逆にカウンター体入れから左サイド流れてシュートキーパー欲しいコナック、さあ左サイドからニアサイドキーパー、ここはガチリガチ、さあ右サイド早よりチャンス逆サイドナイボーゴール前、いやーポスト直撃こぼれ球ヒールで流してもう一度左サイド、ここはビブラシーム守りきって、さあドリブル中央行かせない2枚囲まれるヒールで流したボールは体入れナイス。さあキーパーからいきましょう中央長いボールトラップから、いやーここも振り向きざまは枠の外押し、ガンガン狙っていく、さあ左サイドフリー右サイドダイレクト中央ポスプレー、そのまま3対2チャンス左サイドが折り返しドフリー、いやー詰まってシュートまでは打てず2枚囲まれて敵にパス2対2からドリブル中央ゴール前だオッケー3度目の正直ナイスゴール、まずは先生ビルシム3分16秒いきましょう。さあ追いかける赤チームラストマッチ中央から見せる展開フリー、さあミドルもねシュートでやーキーパー正面ガッチリガッチ、さあ左サイドそのプレッシャー前からカット誰のだ入ったなさすが MVP ラスト決めていく、さあ1対1の同点いきましょう。さあ点の取り合いラストマッチ浮かしたボール中央ワンタッチ、さあこぼれ球拾って中央は敵、さあガチームゴール前危ないそのままカットになるかナイスキー、さあキーパーから落ち着かせて左サイドから見せたと縦に1枚、さあ右に外すボール折り返しまた抜き勝負、いやナイスブロックコーナーキック、さあ赤チームコーナーチャンス1対1の同点カットうまいまた抜き、ここは速いカバーリング見せるうまい折り返しここはブロック、さあまた赤チーム前からカット惜しい、で両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代です。さあ残り時間半分いきましょう、本日のガチのラストマッチ1対1の同点敵にパス、さあ中央から3対2でアレスカットチャンスショートカウンター2対だこれは焦りが出たかスルーパス流れて赤ボール中央ポスプレー、さあためを作っていったんしろ、さあゴール前中央からミサイルの展開ダイレクト中央ワンタッチワンツー、さあミサイルフリー、さあそのままドリブル仕掛けて左サイドカットナイスうまい見せろライン際から折り返しうまい、いやー大チャンス惜しい追加点ならず赤ボール、さあ速いリスタート中央フリーそのまま縦のボールナイスかわして中央こぼれ球見せろ、さあここは縦に預けて飛び出すキーパーナイスビブラシボール、さあ残り時間3分いきましょう見せろ中央ダイレクトミスキック惜しいそのまま赤ボール、さあ見せるか中央1対1から2対1かわしてナイスブロックコーナーキック
さあ赤チーム追加点狙いが早いリスタートカート、2対1チャンスナイスで行かせない行かせない、一人で守りきる。さあ右サイドからビルナシーム近くに預けてゴール前1枚浮かすボール、ナイスヘッド。さあこぼれ球赤チームそのまま一投手のプレッシャー、さあ寄せてくる、危ないゴール前、さあ前に1枚長いボールないボール、左サイドからさあ折り返せればミドルシュドだキーパーの腕ごと追加点2対10で両チームキーパー交代です、両チーム先にキーパー交代です。さあ残り時間2分で追加点赤チーム2対1以上。さあ追いかけるビューラシュー、まだ時間ある、1点差ミゼド、さあ縦に1枚平瀬のオーバーラップ長いボール長いボールヘディングお願いし、いやーシュートは力がない、さあキーパーから中央フリー、そのまま平瀬の追い込んでいく、ナイス、さあライギュアナイスクリア、コネック、さあ赤ボール追加点狙いかかる、ファーサーに1枚早いボール、いやーこぼれ球ビブラシボール、さあ前に1枚早上がり、キーパーからロングスローは狙えないか、左サイド、さあ前からプレッシャー見せてフリー、さあ前は向けない、一旦戻って中央、キーパーなぜるボール平瀬の展開、縦はかわせない、そのままゴール前折り返し、いやーナイスキーこぼれ球どっち、赤チームキープ、さあいやー回収できず、そのままサイドライン、さあ残り時間あと1分いきましょう、2対1赤チーム1点リード、右サイドいいボールシュートは角度がない、そのままゴールイン、さあ行きましょう、ビブなしボール酒井、残り1分追いかける1点差、中央からカバーしていく、さあ左サイド1枚見せた、いやーオッケービブなしチームも生かせない、さあ2対2同点いきましょう、さあ残り30勝負つけましょうか、中央からさあ決勝点、両チームチャンスナイスキー、さあカウンター3対1遅い、あ戻ってくる赤チームナイスリーさあ中央キーパーからいきましょう、赤チーム残り時間あとわずか、右サイドから2対2同点、さあ左サイドキーパーも押し上げていくのか、残り時間あと10秒、右サイドさあドリブル中央ポストプレーから左サイドターンして2枚ブロック、さあこれは抜け出す、さあラストラストワンブレイクショー、さあラストワンプレー2対2同点決めたい、ゴールで終わりたい、ラストワンプレー両チーム中央ポストプレーから縦は通らず混戦、さあラストワンプレー残して右サイドビルナシーム長いボール通らない、さあラストなあ試合終了ラストは仲良く同点、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、本日もコスタリカリーダー皆様熱い戦いお疲れ様でございました、もう一試合もう一試合ずつ残して MVP の方お先に発表させていただきます、ナイスプレー、どうなったになるんでしょうか、本日、初出勤の金子の方から、はい、MVP 発表させていただきます、さあ旗から見て誰が一番いいプレーのかな、どこどこ何も言わずに告白ごめんなさいはなし何か一言言ってくださいありがとうございます、もう一度大きな拍手おめでとうございますラストもいいプレーよろしくお願いします。